海を楽しみ、海を味わい、そして美しい海を守る、海と日本プロジェクト in 山梨。山梨県のマグロの消費量2018年全国1位、アサリの消費量2017年全国1位、そして干しアジの消費量も2018年全国1位。海なし県にもかかわらず、実は山梨では昔から多くの海産物が食べられ、それは現在の私たちにも受け継がれています。山梨県民はマグロが大好きですよね。実は江戸時代から明治時代にかけて繁栄した梶賀沢の貸し跡からもマグロの骨がたくさん見つかっています。江戸時代、静岡県の駿河湾はマグロ漁が盛んで、捕獲されたマグロは中道王冠を通って甲府まで運ばれていました。これが甲州人のマグロ好きのルーツと考えられています。また海で生息するアサリなどの貝類も昔から山梨で食べられてきたそうです。県立博物館学芸館の森原さんにお聞きしました。今でも消費量の高いアサリですけども、あまり記録が実はないんです。逆に記録がないということは一般的な食べ物として普及していた可能性が高い。例えば梶賀沢貸しという遺跡がありますが、そこからはたくさんの貝殻が見つかっています。ですので、記録はないですけども、江戸時代ぐらいの人たちもですね、アサリのお味噌汁あたり飲んでた可能性もあるというふうに思います。でさらに古い時代のことを考えていくと、特に縄文時代の早期といって、今から7000年ほど前の時代ですが、有名な釈迦堂遺跡というところがありますが、そこからはハマグリの貝殻が見つかっているんです。縄文時代の人々が貝というものを知っている、そしてさまざまな交易で海沿いの地域に行っていることは間違いないと思いますので、お父さんが子どもたちのために干し貝をお土産にもらってきたりなんていうことはあったかもしれません。最近始まったことではなくて、すごく長い歴史があって、人々が海の産物を求める時代がすごく長く続いてきたということが言えると思います。海なし県山梨で海産物が古くから食べられていたとは驚きです。皆さんも山梨と海との意外な歴史に思いを馳せてみてはいかがですか。海と日本。